ローマに入場するヤン・ヘンリク・ドンブロフスキ。ヤヌア・アルイス・ホドルスキは、ポーランド人の画家、ロシア帝国軍人。サンクト・ペテルブルク帝国美術アカデミーの一員でも、あった。バグラムのポーランド騎兵のロエー・ヤヌア・アルイス・ホドルスキは、1797年に、グロドノで生まれた。弟に、詩人のライナルトス・ホドルスキがいる。この地はかつて、ポーランド・リトアニア共和国のハントだったが、 ポーランド分割によって、ロシア領となっており、共和国そのものも彼が生まれる、直前の1795年に行われた第三次分割で消滅していた。しかし1807年、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトがワルシャワ皇国を建設したことで、ポーランド国家は、フランスの保護のもと一時的な復活を遂げていた。ヤヌアルイは1810年に、 ワルシャワの騎士学校に入学した。1812年、ロシア遠征に敗れ、モスクワから逃げてきたナポレオンが、密かにワルシャワのアンギエルスキホテルに投留した際、スホドロスキはこのホテルの護衛をしていた。1823年、彼は、ヴィンツェンティ・クラシンスキの副官になった。この人物はもともと、ワルシャワ広国軍の将軍で、広国の崩壊とナポレオン大意の後は、 ロシア帝国支配下のポーランド会議王国の、この英敵団連隊長を務めていた。クラシンスキのつてにより、スホドルスキは、王宮のギャラリーに入ることができ、ここで、オラースベルネラの戦争画に出会った。またスホドルスキは、ユリアン・ウルスイ・ニエムツェビチ、ヤンパベウ・ボロニチ、カイエタン・コジュミアン、フランツシェク・サレズイ・ド・モホフスキアントニエ・ドバルト・オディニエツ、 モラフスキといった当時のポーランドの第一線の芸術家たちが集う場に出る機会にも恵まれた。この頃、スホドルスキは軍事的なテーマ、特にコシチュシコの放棄やナポレオン戦争を題材とした絵を描き始めた。上司のクラシンスキが参加した半島戦争の絵も描いている。また、画家のアントニブロドフスキと知り合い、絵画大会ではウィーンでのムハンマドの旗のダッシュや、 バルナでのラディスラウスの死といった作品で名声を獲得した。1830年1月、スホドルスキ兄弟は11月放棄に参加した。ヤヌアルイは第一次バベルの戦いやオルシュンカ・グロホフスカの戦い、イガニエの戦いで戦った。戦闘の合間に彼は兵士たちや同僚たちの一シーンを切り取ったスケッチを描いている。 しかし11月放棄はポーランド反乱軍の敗北に終わり、弟ライノルトは戦死してしまった。ヤヌアルイは、ローマに行き、1832年から1837年まで、オラースベルネに支持した。ここで彼は、クラシンスキの息子ジグムント・クラシンスキや、ユリウシュ・スーバーツキ、ベルテル・トルバルセン、ヨハン・フリードリヒ・オーファーベック、ペーター・ホン・コルネリウス、 ルイ・レオ・ポール・ロベールと知り合った。1837年、ヤヌア・アルイス・ホドルスキは、ワルシャワに帰り、間もなく、自身の作品、アハルツヘ包囲戦が評価されて、帝国美術アカデミーの一員となった。ス・ホドルスキは、サンクトペテルブルクに招かれ、ニコライ一世のために、ロシア軍の著名な戦闘を描いた。その後、一旦ワルシャワへ帰り、1844年に今度は、 パリへ旅立った。1852年には、クラックフへ移り、ここで詩人のヴィンセンティポルト出会い、彼のシモーホルタのために数点の絵を提供した。1860年、スホドルスキは、純粋芸術推進協会の評議員となり、ワルシャワでの美術館の創設に協力した。1875年3月20日、スホドルスキは、シェドルツェ近くのボイミエで没した。 ありがとうございます。